よろしくお願いいたします。おさら達してます。ネット当てるんで。ネットと同じタック。これ2メーター20秒ぐらいありますから、いろんなところにアタック打っていこうと思ってますけども。はい、<laughs> いろんなところにアタックを打つ。それがバレーボール協会のトップに立った河合さんの覚悟です。大学時代から日本代表に選ばれ、アイドルのような人気ぶりでした。 写真集とか出したられてましたね <laughs> 自分で出したいって言ったわけじゃないですよ <laughs> セブンティーンとか明星とか平凡とかね新会長に託されたのは強い日本の復活です将来を見据えた戦略の一つが大型戦士の育成今までやっぱりこう 小さくても動きが速くて機敏で、すごく技術が高くて、はい、そしてチームワークがいいっていうのが、はい、はい、これ日本の特徴だと思うんです、ね。それだけでなんとか今まで戦ってたんですけど、はい、やっぱりね身長が高いチームの方が有利なやっぱりスポーツなんですよ。そうなんです。もう2メーターを超えた選手が180センチを同じぐらいの動きができるようなそういったトレーニングのあの構築とかねシステムを作って、もうあの学校の先生にも任せながらあの。 日本の、ね、強化のトップが一緒になって強化していくとかそういうことをしっかりや連携取れてやることができれば未来は明るいいいんじゃないかと思いますよ <laughs> バレエ界の未来を明るくしたいそのためにもう一つ掲げているのが人気の底上げにつながる発信力の強化です。 出方、出し方、見せ方ですよね。これがしっかりできたら、あの、わっと、この、また人気になって。で、人気になって、見に来ると、やっぱ選手たちもよろしく頑張ろうと思うじゃないですか。確かに。やっぱりやっぱ相乗効果になっていくと思うので。河合さんはこれまで、バレーボールの魅力を。テレビでどう伝えるか、試行錯誤を重ねてきました。その経験が。出方、出し方、見せ方へのこだわりにつながっているのです。 バレエが純粋な好きな人たちは見ると思いますけどもやっぱりそれ以外の方々に興味持ってもらうというのがやっぱ大事でチャンスをなんかものにできるそのチャンスを待つというよりこっちから仕掛けていくてい、ね、仕掛けていく、はい、それ大事だと思いますよね何か今アアイディアを持っていることってありますかまず今個人で発信する人もいっぱいいるので協、まあ、会としてはまあそういうのをフォローするような体制とか。 すいません今からあのネットのこっちから「動画撮ります」<laughs> って入っていっちゃってドカーンともう目の前で打たれるのを流すとかそしたら「あこんな感じで打たれてるんだ」とかね、はい、もうちょっと協会と選手とあと監督と広報があの一致団結して臨場感のあるねあの動画とかを出していければいいなと思ってますよねみんなで明るいバレエ界を作りたい。 それは明るくて親しみやすい新会長だからこそ描ける未来なのかもしれません流行りのものって若い人の方があがよく知ってると思うのでこういうことやったらあの会長面白いですよってね意見を言われるようなあの会長になっていきたいと思ってあやっぱり日本のねスポーツを泳げっつったらねバレバレだなという言われるようなね競技にしたいと思ってます。